方針演技方針演技の登場人物一覧、大高人大高人大高人は、中国秋代の神解消説、方針演技に登場する女性で、女家によって使わされた三、あやかし日のうちの一人である。美和の妖怪、美和聖と称される。県縁府に住む玉石美和聖がその正体であり、脱機の一番下の義米角として登場する。脱機、コキコビと共に、 女家の命令を受けて、小王朝の名数を縮めるために働く。第16回、教師がひたきびわ生で占い師である、教師がの三枚まびによって、正体を見破られてしまう。脱期の手引きにより、揚力を蓄えるためびわの形のまま、適正牢に置かれ5年後に復活。その後、6代の歓声に合わせ美女に化けて王宮に入り、中央を惑わした。 第96回では、ダッキラと共に、朝歌に迫る再起軍に襲われた際、甲冑を身にまといと岡場に乗り、一振りの縫い卵刀を振り回して戦うが、最後は、ョカの今しむややかし策によって捕獲され、以後に斬首された。ありがとうございます。